3分でわかりやがれ第13装甲師団ハッチマールよ。第13装甲師団は1940年10月3日に第13自動車化歩兵師団から編成された。さて、戦車がないがみんなはこういう時どうするかわかるかな？そうだね、略奪だね。ってことで第2装甲師団から第4装甲連隊を剥ぎ取って装甲師団の出来上がり。さて師団は訓練がてらルーマニアに送られるが、運悪くマグニチュード 7.7 の地震に遭遇。師団自身の損害は軽微であったが、民間の被害が甚大であったため師団は救助と復旧に従事した。それはさておき、東に居座るロスケをぶん殴らなければならないので師団はフルビエシフに移動。6月22日に腐った納屋の扉が蹴り飛ばされた後、23日に師団も国境を越え不法侵入。ウクライナの大地を駆け巡りキエフを包囲したりパルチザンを追いかけ回したりして何やかんやして11月にロストフまで到達。師団が左翼、第14装甲師団が中央、第 1SS 自動車化師団が右翼を担当し市内へ突入。第14装甲師団が戦車戦力が1個大体弱しかいないのにもかかわらずバケモンみたいに活躍してロストフを占領。第13装甲師団が何をしてたかはまあおいおい。だが結局ソ連軍が反攻に出てロストフを失陥、ミウス側までの撤退を余儀なくされる。師団は翌年までここで防衛、42年の夏季攻勢が始まる前に再編成。前年に苦戦したロストフを通り過ぎコーカサス地方に入る。8月に師団はドイツが喉から手が出るほど欲しい油田があったマイコープを占領、だが施設は全部破壊されクソの役にも立たなかった。仕方ないのでさらなる油田を探し求め駆け回るが包囲されたりしてうまくいかない。その上第6軍がスターリングラードでポカやらかしたのでドイツ軍は油田どころじゃなくなり、コーカサスから地獄の冬季撤退が始まる。スターリングラード方面は撤退どころじゃなかったのでクリミア図体に撤退し東ウクライナまで移動。なんか知名度が上がったマリウポリ周辺で防衛に従事するが、ドイツ軍全体が劣勢であったため徐々に後退。コルスンダがチェルカッシー包囲戦に巻き込まれたりしたが、44年4月にはルーマニアのキシナウまで後退した。だが8月にソ連軍の攻勢が始まり師団は空中分解、残存をかき集めハンガリーで再編成されハンガリー草原でソ連軍と渡り合う。この時期のドイツ軍としては前線するもブタペストで包囲され2度目の蒸発を迎える。今回に関しては師団そのものが完全に消滅、ブタペストと運命を共にした。だが師団は再編成され、第2フェルトヘルンハレ装甲師団として活動することになるが戦力はわずか連隊規模。変なもん装備したり編成でいろいろややこしい話があるが時短のため省略。戦力が足りないのにもかかわらず前線に引っ張り出されスロバキアでソ連軍と交戦。その後間もなく降伏するが、ソ連とアメリカのどっちにも降伏したという記述がある。師団長はアメリカに拘束されたので後者の方が信憑性が高い。降伏方法も一癖あったが省略。ご視聴、ありがとうございました。